班から連絡だ。サヒラントロプスに押しつぶされたあの燃える男の遺体をソ連軍が回収したらしい。奴は本当に死んだのか。ボス、ヤオーブ補給基地に向かい燃える男の遺体を確保してくれ。スカルフェイスが言っていたように報復心が人を鬼に変え死者に余命を与えるというならば、あんたが目覚めて以来何度も俺たちを襲ってきた燃える男、あれはやはり俺たちがよく知っている男の慣れの果てだったのかもしれない。よしよし。
変わり果てた姿だな、大佐。ボスへの報復心をスカルフェイスに利用されたか。